ベーダー・セベリン・クロイヤーは、デンマークの画家である。デンマーク最北端の町、スケーンに集まった画家たち、スケーン派の代表的画家である。自然光線による風景を描いた、外交派にも分類される。現在のノルウェーのスタバンゲールで生まれた。デンマークの動物学者、ヘンリク・ニコライ・クロイヤーと結婚したおばに育てられ、コッペンハーゲンで育った。幼い頃から芸術的才能を示し、 14歳からデンマーク王立芸術アカデミーで学んだ。1871年にシャルロッテンボー宮殿の展覧会に友人の肖像画を出品し、画壇に公式にデビューした。1877年から1881年の間、コペンハーゲンのパトロン、ヒルシュスプルングの支援でパリ、スペイン、イタリアを旅し、パリではレオンボナの下で学ぶが、 クロードモネラの印象派の影響を受けたとされる。クロイヤーは1844年に、デンマーク最北端の漁業の町、スケーンを初めて訪れ、その自然とそこに働く、人々の姿に感銘を受け、その後毎年訪れるようになった。1889年に、画家のマリート・トリープ家と結婚し、妻の肖像は、クロイヤーの多く描いた題材となった。 1895年にスケーンに住まいを建てた。クロイヤーの作品はスケーン美術館に収められている。ありがとうございます。